はいどうも、水溜りボンドです。よろしくお願いします。カタです。そしていぶきです。ヨエです。よろしくお願いします。今日はですね、はい、もう何を隠そう、我が相方トミーの30歳の誕生日でございます。おめでたい。めでたいね。めでたいです、はい、でまあ僕はコンビ組んでね結構長いんですけども、はい、イブヨヘ、かなりトミーが可愛がってる後輩だと思うんですよね。本当にもう遊びさせてもらって、セブ島とかね行って、そうやめようよ、セブ島も誘っていただいて、やめようよ、韓国旅行も、今日はいらないんだよ、韓国も行ったり、今日はいらないんだよ、あと福岡も行ってないんだよ、日帰りで弾丸で福岡も行ってないんだよ、行ってないんだよ、すごい本当イブヨヘ、友ども可愛がっていただいて、行ってんじゃない、行ってんじゃない、天国と地獄の二人の、うん、楽しそうです、ね、なんか仲良くなってたじゃん、ね、めっちゃ仲良くさせていただきましたよ。であの時も、うん、言ってたの、ちょ行こうよ、飯行こう、誘うわみたいな言ってくださったんですけど、一回も来てもらったなんでなんでなんでいや、僕ももうここまで来るとなんでですまあ面白いからだかもね。でも水溜りボンドと、まあ、無人島もさ去年一緒にいた、はい、ありがとうございます。本当に一番仲いい後輩だと思うんですよ。ありがとうございます。でその後輩とまあ俺も含めて3人で今日トミーのお祝いをできたらなと思ってるんですよ、ね、最高です。ありがとうございます。嬉しいよね。しかももう30だからさ、ね、節目よ。なんだかんだまあ同じ学年だけどトミー1個上だったりするから、はいはいはい、毎回先にこうさ突破していくわけよでその時の雰囲気とかも気になるし、うん、もう30になったらさ次どう頑張っていくかも結構覚悟決まりそうじゃん。確かに、はい、だそういう意味でも俺の中で盛大に祝いたいなと思って、うん、みんなにプレゼントをさ今日持ってきてもらってると思うんだけど、はい、まあプレゼントを渡すとかっていうのはまあ結構毎年恒例で俺も渡してたりするから、実は1週間前ぐらいかな2人に来ていただいて、ちょっと発表しますね。じゃあお願いします。誕生日ラップを作りました。いや、これはすごいよ。今っぽい。俺結構その誕生日とかうわーってやるっていうよりはまあ本当におめでとう、じゃあ家族と時間過ごしてねとか、なんかそういう聞いちゃうタイプなの。わかりますわかります。なんかパーティー開くよとかっていうタイプでもないから。でも30になったらちょっと俺も変わりたいなっていうことで、はい、誕生日ラップ、いやじゃあまっすぐな思いとかを込めたラップになって、いやこれ結構すごいことになってるんですけど、いや本当すごかったです。撮影もちょっと謝んなきゃいけないことがあんのよ。え？ちゃんと俺製図しようかな。え？なんで？30歳はい、すごい貴重な、本当に貴重ですね、タイミングなんですけど、はい、誕生日ラップ僕作ったことなくてですね、はい、一生懸命作ったんですけど、ちょっと誕生日ラップじゃなくて、ちょっと誕生日にサランラップの歌を作ってしまってるんです。ゆうき、謝れよ、ちゃんとストレートには怒んないで大丈夫。お前は俺が言うからちゃんと、ね、お前は俺の相方だ。いや完全に歌詞とか何から何まで実は誕生日ラップじゃなくてサランラップのに感謝をしてるんですよ。そうですね。でもなんかいけるかも。良すぎ。音源だけいいんすよ。歌としていいんだよね。ちょっとミュージックビデオ見ます、作ったやつ。え、あー見回したい。見回したい。気持ち悪い。気持ち悪い。舐め回したいみたいな。そうです。めっちゃ見たいみたいな。見回したい。見回したいです、多分。本当に。ないよ、そんなに。見回してみたい。めっちゃ見たいです。そう。めっちゃ見たいです。いや、じゃあちょっとさ、なんでさ、見つつ、MV ですか？そう、この間撮ったじゃん、みんな撮りましたね。それをさ、急いで作ってさ、うわすごそうだな。ちょっとえぐっ。じゃあ行きますね。相方30歳本当におめでとう。今年は何をしようかなって考えたんだけど、世の中には絶対に人を幸せにするという誕生日ラップっていうものがあるらしい。どういうものなの、そんなことできるの、検証してみよう。君がいるから生きていて
よ生まれてくれて本当ありがとういつも優しく包んでくれるこの先もずっと一緒にいよう実際存在してるだけで天才商店街だ盆栽なんて言わせない日本経済回してるんだどうだい朝から晩まで全世界の女神必要すごいですね君が大好きこれむずいと俺ら勝ち組いや、もっえ、お前こんなんなってんのお前いや、お前どんなんなってるんだよもう電子レンジ持っちゃってるやんここら辺やばいと思うよやばいやろ殴られるよ意味わかんない意味わかんないどうなるこれはまずいこれはまずいよこれはマジでまずいこれ火吹くよトミー俺そうですねだって嬉しくて誕生日ラップって多分言うと思うんだよお前らさ言いますねでもちょっと嬉しいってうんちゃんとしちゃってるからいや歌詞に気づかない説がありますねサビがひどいちょっとふざけるぐらいここじゃないやらかしたポイントですかこの辺で崩れてますねだってもよくない止めてる場所がサランラップ口やばい缶ビールボクサー缶ビール将来の夢は缶ビールボクサーですかついてなんでちょっと一緒に嘘つというかドッキリをかけれたらなっていう感じなんですけどまだあるんですよね、はい、後半がですね、はい、ちょ後半の方が心配なんでちょっと見ていきましょう一回にこの時に作ったじゃないですか誰が言ったのいやここやっぱあれめっちゃかっこいいここから誕生日ラップじゃなくて誕生日マックになっちゃうそう、全部昼で撮ってるえぐっ編集またやってきちゃういや、うまい。もう、今のはやばいわ。どっちで行ったい？わかんない、お前が俺、初めて。マジでよ。マジで、いぶき、今回行けと。から破れって言ってくれたんで、破ったらこれが何したって。破っちゃダメだよ。誕生日マック、誕生日バック、誕生日ランプ。ランプ。全然ずれてやってるよっていう。気づかん。ちょっとまとめると、はい。誕生日ラップが、はい、誕生日サランラップの歌になってたら相方気づかない説検証あ、もう検証していこう今日はあの、そっちでいくんですねはいはいこれもしトミーがいやお前らこれ誕生日サランラップのそっちのラップになってんじゃねえかとはい誕生日マックになってんじゃねえかはいはいはい誕生日バックになってんじゃねえか誕生日ランプになってんじゃねえかーおぉハッピーバースデーだ成功だしそうっすハッピーバースデーだどっちかだよ気づかれないでいくかもう全部気づかれるああもう素晴らしいということで、はい今からトミーの家に行ってでまあそれぞれプレゼントを渡しておめでとうっていう流れで実はビッグサプライズ誕生日ラップあるんですドーンでうん了解ですこれで乗り切れたらトミーもハッピーなんで間違いないですねじゃあもしトミーが気づかなかったらいぶき言い始めてあれちょっとカンさんみたいなあ、オッケーですオッケーです誕生日ラップのラップの方サランラップのラップ言ってないですかあ、まあそうですねその流れでいきますネタバラシするとしたらそういう感じでネタバラシしましょうはいじゃあ今日よろしくお願いしますよろしくお願いしますおめでとうございます一瞬俺だって思うんだよね一瞬俺として行ってみて、あれ？あれ？違う人？
はい、どうした？あ、いぶき。あ、今日カンタ来る予定だからさ。3人で歌うか。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ちょっとそこでやんないで。そこでやんないで。ちょっとそこでやんないで。ちょっと。あ、終わり終わり。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よかったよ。それは何なの？なんで過ごすの？え、なんで見えないの？マジでやめてください。今日はトミーさんの誕生日なんです。違う、こっちの。いらしたいな。トミーさんの誕生日だから、変なことはしないで。いいじゃないですか。そう。スムース。おかしいじゃん。うるさい、ハッピーバースデー、ディアトミーさん。酒飲んできた？いや、一切シラフシラフで今そうやって入れてよ。いや、めでたい。いや、ありがとうございます。じゃあ、改めて、はい、はい、7月26日、はい、はい、今年はトミーくんの30歳の誕生日でございます。あ、ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。もう30歳。やっぱ普通のね、はい、まあ、毎年動画とかで多分視聴者さんにもお祝いしてもらってきたと思うんですけども、はい、今年はちょっと、うん、30歳っていう節目でもあると思う。確かにね、はい、まあ、動画でちょっと盛大にお祝いしたいなと思って、はい、ちょっと今からいろいろとお祝いさせてもらってもいいですか？おー、じゃあありがとうございます。じゃあまず一つ目、はい、トミーへのプレゼント。誰から行く？いや、行っちゃおうかな。行っちゃって今。行っちゃっていいっすか？じゃあ俺から。あ、危ねえ。あ、1個目出ちゃった。もう出ちゃった。もう出ちゃいました。はい、いや、あんな強く殴られると、はい、体が逆方向に行くんだ。なんか反射で。なんかやめって、そのバランス取らないと。なんか行くんだろうね。後ろに行くと思ったら俺前に行ったからね。軸がね。いぶきから行きますか。僕から行きますか。あ、じゃあ、はい、いぶき、はい、いぶき、え、なになに、プレゼント。じゃあ僕は、はい、やっぱトミーさん料理をすごいされると思うので、あの真空保存スターターセットです。ありがとうございます。あ、これはめっちゃいいわ。ありがとう。あの、多分保存が大事だと思うんで。確かにね、作った後多分食べきれないとかはあると思うとかね、材料途中までとかのやつを。ありがとうございます。え、これはめっちゃいいんじゃない？めちゃくちゃいい。え、開けていいですか？いいですよ。すごい。え、これは何？サランラップとかもいらなくなるってこと？まあ、いらないっすね。まあまあまあ、その、そうね。そういうものだから、ね。あ、そうなんだな。二つ使わないでしょ。サランラップはありがたいっすけどね。うん。普段。案件やってる？サランラップ。いやいやいや、やってない。普段。気ぃ使わなきゃいけない。気ぃ使わなきゃいけない理由ある？サランラップ。すいません、いやいや。ちょっとだけ。開けやすいのかよ。お前さ、トミー困ってんだろ。お前なんか指マジみたいになってんじゃねえかよ。おい、ちょっと滑ってたぞ。前方滑るとかある？滑るとかじゃない。開けない。開けマジか。おー、すげー、しっかりしてる。すげー。あー、ありがとうございます。いいわ。なるほどね。めっちゃしっかりしてる。しっかりして、これ抜けるんだ。上からね。あ、空気をね、すげえ。できるみたいなことでね。で、保存できるから結構持つみたいなことか。素晴らしい。いや、ありがとうございます。すごい。めっちゃいい。ありがとう。めっちゃいいプレゼント。めっちゃいいじゃん。お酒大好きじゃないですか。まあまあ、そうね。お酒お兄さんにみたいな、みたいな、ちょっと焼酎を。あ、出た魔王。これめっちゃいいお酒だよね、魔王ってね。ええ、ちょっと魔王なんで。いや、魔王、まあまあ、魔王ね。一応悪いけど。魔王ってね、あんまり。いや、やっぱトミー魔王だから。魔王ですから。ああ、そうね。魔王という。ああ、そうか、そうか。やっぱこれ飲んでいただきたいなと思って。面白い。すげえ。うわ、すごい。これめっちゃ好き。単純に。はい。じゃあ、いい。ありがとうございます。これはめっちゃいいお酒よね、これね。そうですね。お酒も好きだしね。お酒好きですから、いつも。いやいや、ありがとう。ありがとうございます。素晴らしい。本当に。これは美味しいからね。はい。僕はね、
ちゃんとしたものを買ってまいりました、今回。すげえ。ちょっとじゃあ、開けていただきましょうか。はい。どうぞ。じゃあ、見ます。はい。はい、こちら。おぉ。すごくいいブランド。おぉ、アルマーニ。アルマーニですね。アルマーニの。じゃあ、開けます。これはトミーだなと。え、あ、そうなんだ。そうね。ちょっと形があんまり、はい、他ない。私調べなんですけど、うわ、ん、すごい、日本一高いお箸でございます。アルマーニの箸、箸が売ってるんですよ。 すごいなこれ。で、まあトミービデオとかでさ、うん、ご飯食べる時とかも多いから、はいはい、めっちゃすごい、うわおしゃれ、やばい、ロゴ入ってここに。まあ普段使うかどうかわかんないけど、はいはいはい、なんか動画にも使えるものがいいなと思ったんで、これはもうすぐでしょうね。おお、嬉しい。いやー、すごい、すげー。確かにトミーは今そのなんか抱負というかさ、うんうん、感情的にはどうなの。まあ30歳、でも30の明日出るからさ。そうだよね、30歳、どんな30歳にしたいかみたいな、うん、でもそれで言うとそのなんだろう、変わらず続けるっていうのが一番難しい目標なんかなっていうさ、のがやっぱ気づいた1、2年だったと思うから、なんかまあ本当に変わらず続けるっていうことの難しさを認識した上で、やっぱいいクオリティの状態の活動を続けれたらなとは思ってて、まあその中でまあ分かりやすい、なんかこれは頑張るぞみたいなので言うと、まあやっぱりめっちゃいいじゃんって街中で言われるような状態を目指せる30歳でありたいな。うん、素晴らしい。まあ、漠然としてる。じゃあ気合入ってるね、それで言うと。まあまあまあ気合は入ってると思いますね。うん、その気合。え、気合、その気合。そんな入り方。いや、なんか、いや、なんか、俺となんか打ち合わせしてて、気合ということが出たところで見ない。判定、完璧面白い。なんか、バスケットのなんか、ちょっと、もっともっと気合がこもるように、実はもう一個、プレゼント用意してまして。え、もう一個あんの。はい。はいはいはい。ちょっとそれがですね。そうや。こちらです。あ、ケーキちゃん。え、エッグケーキちゃん。ケーキちゃん。ケーキちゃんに、うん、事故すごい長い時間のブレーキ音。ケーキちゃんのこと言うから不吉だよお前。ケーキちゃんに、うん、なれます。いや、俺が俺が、無人島で勝ちすぎだからじゃん。いや、おめでたいね。いや、ちょっと待って。いや、めでて。おもろくないのはやめようって。いや、おめでて。めでてですよ。ちょっと持ってなんで。いやいや、このぐらいはそこを、あー、そう、ちゃんとこの角が出てたけど、一番滑るって、なんか一番なんか見ててなんかゾワゾワするね。なんかやりきれない感じある、今までの。いや、でもね、さ、皆さん待ってくださいよ。はい、これで終わるわけないじゃないですか。いや、なんだと思ってます。これで終わるわけないものだと。ここで終わるわけないでしょ。終わるわけないでしゃがまないと高く飛べないから。はい、実は今年、はい、何ですか、トミー、え、誕生日ラップ作ってきてまーす。誕生日ラップ。ねえ、今っぽい。今っぽいよこれは。いける？これ結構。メンバーがまずすごいもん。やばいっす。はい。そうなんだ。はい。勢ぞろい。勢ぞろい。はい。いろんな。マジでやばい。全員。いや、だからオスカイピースとかがやってるようなやつをイメージしてるよ俺今。いやいや、どうも、そうそうそう、本当にもうその通り。だって勢ぞろいで絶対嬉し、嬉しくない？え、すいません、もう寝返させてあげてください。その、誕生日着てるどころの騒ぎじゃないよ、もう挟まっちゃってるよ、普通に。抜けないよ。そっちはもう違うから。じゃあ待って、これいらなかったな、これいらないよね、ちょっと。いや、もう本気やばいよ、本当にやばいじゃん。ちょっと、はい、かもしれない。え、戻れないの、戻れないの。どういうことか、どういうことか、どうやってご飯によりますって、これは。
ちょっと、死ぬて唇剥がれるて。そんなことされたら。待って、痛い。よへいや、今、カンタさん。今、カンタさん。誕生日ラップね。30歳なんで、はい、じゃあ、ちょっと見ていただこうかな。じゃあ、ちょっと見ていただきましょうか。お願いします。はい。よし。お、なんか、画面サイズ面白い。はい、じゃあ、いきますね。どうぞ。相方30歳本当におめでとう。今年は何をしようかなって考えたんだけど、世の中には絶対に人を幸せにするという誕生日ラップっていうものがあるし、どういうものなの、そんなこと言うのを検証してみよう。わ、すごいすごい。え、この3 この3でカンタちゃんには、いやまだ最初だから、ね、それはだってなんでそんなこと言うの、最初だから、ね、こっからズンズンズンですから。ああ、そっかそっか、しっかりね、そうっす、いいメッセージが入ってる、受け止めてほしいな、はい、そうかそうかそうか、最初ここから、ね、なんでそうやって止めんのって感じするよね。すいません、ちょっと改めて、あ、そうか、大事ですから、大事ですから、最初のところがすごいね、インスじゃねえだろ、そうだね、え、これ振りはもうさ、フリーでやってるよね、なかったよ、ね、いや、ちょっと待ってください、大体で歌詞とか見てほしいよ、やっぱ大体で、もうダメっすよ、トミさん、その止め方してると、いや、ほんとに言え、これは俺らお祝いしたくて、トミーに喜んでる。あ、ごめんごめんごめん、そうですね、そうですか、怒られて、いや、怒ってるわけじゃなくて、ちょっとそうですね、どうしたの、ちょっとだけ序盤、いぶきの動きに注目して、もうみんなで見える、もうですか、もうですか、じゃない、いやいや、もうですかって、ね、もうですか、やばい、ラップ一緒にいよ、経済回してんだ、朝から晩まで全世界目が見つけよう、すごいできてはいるんだろうけどね、やっぱり出会い、そうですね、勇気お前なよ、ギザギザハート思うじゃないね、なんでギザギザハートなんて、どういうこと、どういう意味、ゆうきが作ったパートでしょいや、その時々とんがって、うん、もうそのままなんですよ、ほんとに、何ギザギザハートギザギザハートって、ギザギザハートってこう、なんだろう、そのトミーがギザギザハートって言ったの、いやそのギザギザ、バカにしてんの、とそのとんがって傷つけたギザギザハート、いや俺が傷つけた、いや、この後が歌詞あるんで、あ、そうか、そうか、そうか、この後だもう入り感も結構、うん、人を勝って傷つけた、傷傷ハートも伸び伸び自在にいつでも温めてくれた時代の大先輩、いつまで見失う繊細、ずっと守っていこうだ、正気元気消費者のもとへ、君がいるから、どういうコンセプト、ごめんけど、どういうコンセプトだろうこれ、何、ごめん、喜んでほしくてそうです、はい、本当にそうですね、そうなんだ、めちゃくちゃ一生懸命作って、もう熱かった、誕生日ラップだって喜んでもらえるって、誕生日ラップだから、そんなそのサランラップってこと、そこ関係ないの、んん、あ、それは違うんだ、ごめんごめん、どういうこと、いや、ごめん、それ高いんですよ、全然いや、ちょっと分かんないっすじゃあ、誕生日ラップだから、その誕生日でサランラップ持ってるってことっていう、ベロキラー、ベロが今のアトレージベロキラーパンって言うんだ、はい、言うんだね、やっぱ初のアッパー横だけはもう対応してるさ、すごいね、今出ないようとしてた、ちょっと記憶ない、なんかちょっと記憶ない、いちいちイチャモンつけてる、いや、ちょっとですよ、ちょっとね、これ幸せな日ですから、いや、そうですね、めっちゃいいっすか、ごめんごめんごめん、そうですけど、そうね、
これちょっと雰囲気変えてね。ああ、そうなんだ。転調する。どういう先見たら分かるんだ。あ、そう、つながってんだ、ストーリーが。そうなんですよね。あ、そうか、そうか、切り取っちゃうか。ものも全部ひとまとめに湧く暗いような顔でちょっとごめん、厳しいかもしれない、見るのいや、次も待機してるから。いやいや、待ってますから、待ってますから、次も待ってるから、おめでとう君が。いや、まあでも、そこ止まるのは分かりますけどいや、ちょっとやばい、ここやばいほら、待ってるよ。いや、相方がかわいそうだから、あんなんで締めちゃったらバックじゃないんで、な、どういうこと。この中を照らすブライトなしかいい描き出す俺の 24-7 目指せる導いてくれよ、凛々しいランプ。おー、なるほどね。ハッピーバースデートゥーユー、バースデーディアトミー、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとうございます。ありがとう。いやー、よかったね。完璧でしたね。ありがとうございます。え、マックとバックとなんだっけ、ランプで、ランプかで踏んだみたいなこと。どういうこと、その、ちょっとよく意味が分かんないわ。いや、いや、え、喜んでくれたのよ、ね、いや、ありがとうございます。あ、え、歌詞どうだった？なんか、メッセージ伝わった？なんか、俺らが本気で作って。本気です。いや、その、普通にうまいなとは思ったけどね。その、ラップ以外でできるんだっていう。嬉しい、ありがとうございます。でも、歌詞はあんまり、やっぱ歌詞はあんまどういう意味かも分かんなかったっていうのと、なんでだ、なんで、あれ、あれ、これなんか誕生日のラップで歌詞合ってる。こういう誕生日ラップってでもこういうことだよな。でも途中からやっぱ転調してからはやっぱなのか。まあ、じゃあもしトミーが気づかなかったら、いぶき言い始めて、あれ、ちょっとカンさんみたいな。あ、オッケーです、オッケーです。もう言っても途中からやっぱ転調してからはやっぱなのか。まあ、どうした、どうした、いぶき、もしかして、うん、そうなんだ、お前、持ってなさすぎる。もうバックじゃないんだよ。何、さっきはブレーキの音で呪われてる、呪われてる。 YouTube しようとしたら大変な時、絶対なんかこれちょっとピンポン。どうした、いぶき、ピンポン。もういいちゃんとやろうよ。お前どうした、どうした、どうした、どうした。いや、多分カンさんがいける、いける、ここになる。大丈夫、お前変な感じでいっちゃない。大事だよ。何、ここ一番大切だ。大事だぞ。何、カンさんが多分誕生日ラップのラップを僕ら間違えてるかもしれないです。そういうことじゃないですか。え、誕生日ラップってそういうことじゃない。誕生日にサランラップの歌を歌うんだよね。そしたら喜んでもらえる。それが今の YouTube の流れですね。見たことある YouTube YouTube 見たことある。誕生日マック、誕生日バック、でランプ、ランプ、これ違う、食われちゃった。大丈夫か、いけるか。いや、いけると思いますよ。おめでとう。いや、本当に良かった。お祝いしたかったから。いや、ずっとね、本当と30歳、本当におめでとうございます。おめでとうございます。素敵な人もね、それは。いや、今後とも、はい、よろしくお願いします。いい、お願いします。本当にいぶきのそのバック、バックだけやって本気のバックやバックでください。あれだけは本当に全員嫌だったから。嫌でしたよね。本当に嫌だったんですよ。来る前も恥ずかしいで、マジでよくない。このラップ勘違いしちゃってるドッキリみたいな中で
それより強いボケを入れられたら壊れちゃうから、はい、その話になっちゃうよって、あって分かんない、トミーでも分かんないから。そしたらさ、その話になるしさ、俺も大切なところで毎回外的要因でさ、はい、今日はね、仕込みすぎちゃってるって。いや、ほんまに頑張ってさ、すごいのはわかるけどね。違う違う、ほんとにすみません。いや、わかんないですよ。奇跡起きすぎてて。いや、まあでも良かったんじゃないですか。ありがとうございました。いや、嬉しいです、本当に、うん、いいね、30歳にしてもらえればな、はい、思いますね、はい、一緒に動画も、この4人で今後撮っていくと思います、はい、はい、よろしくお願いします、まあ、じゃあ、気心知れた中で、いい動画をたくさん作っていけたら嬉しいです、はい、締めましょうか、ありがとうございます。じゃあ、コメントでもね、ぜひ、30歳のトミーへのね、はい、メッセージとかも、はい、嬉しいと思うんで、いや、ちょっとそれも嬉しいと思ってるみたいな、ちょっといいですね、見えちゃうから、そういうの好きとか祝いましょう。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと概要欄にイブヨヘのチャンネルも貼っているので、ありがとうございます。そちらもチェックしてみてください。ありがとうございます。ということで、以上今日のミスターランでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。私は何をしようかなって考えたんだけど、世の中には絶対に人を幸せにするという誕生日ラップっていうものがあるらしい。どういうものなの？そんなことできるのを検証してみよう。君がいるから生きていけるよ。生まれてくれて本当ありがとう。いつも優しく包んでくれる。この先もずっと一緒にいよう。実際存在してるだけで天才、奇想天外だ。盆栽なんて言わせない。日本経済回してんだ、どうだい。朝から晩まで全世界の女神必要不可欠。フューチャーデイ推進がある君が大好き。もうやみつき俺ら勝ち組。ドキドキとんかつ傷つけた。キザキザハートも伸び伸び自在にいつでも温めてくれた。時代の大先輩、つなぎ目見失う繊細、ずっと守っていこうな。賞味期限池消費者のもとへ。君がいるから痛みにくいよ。温めてくれて本当ありがとう。いつも優しく包んでくれる。サランラップへ感謝のラップ。20th century この世に背を受け気づいたラプトリダブチにスパチキ。マクドナルドが生んだ公式。レイクロックが残した約束。今も絶やさず続くてナンバーワン。そろそろマックも終わる時間だな。あわよくばまだ長居したいよな。えかこれラップからマックに変わってる。七毛はて父ちゃん。荷物が多い、行き先は遠い。小物も全部ひとまとめにバック。暗い世の中を照らすブライトな視界描き出す。俺ら 24/7 目指すヘブン導いてくれよ凛々しいランプ。